今回は、ね、点差見て分かると思うんですけど、途中参加で、相手3パネですね、我がクランのね、あれですね、キヨトもね、動画したと噂のね、噂っていうか、まあ、うわ、シス動画したね、カクテルハウスさんですね、こうやって3パーティーで、同じくね、パーティーで、俺ら3パーティー入ったんですけど、まあ、これ結構前になってたんですけど、3パーティー入って、あれですね、俺らが入った時にはもう俺らしかいい日みたいな。もうなんか、あと何秒か遅れてた試合終わってる部屋に掘り込まれて、まあ、これ後半からなんですけど、後半からの動画なんですけど、前半ね、結構もう、一生キリスト出されてるし、一生率試されてるで、まあ、後半から仕切り直したことでね、まあ、後半から、まあ多分、逆転勝ちしたんですけど、中3かドッキリってやつですね、はい。3パー同士で。これ、あれっすな。まだ俺スピーハー使ってるな。スピーハー多分50発じゃない?これ多分。まだスピーハーが弱体が入る前から結構前のやつか。多分。まあ、別にね、ワラツの時は結構、なんか、このカクテルと揉めてたけど、まあ今作は別に、揉めてるとかはないんで、シンプルに、まあ、向こうも動画化したし、こっちしてもいいかって感じですね。はい、もう、恨みとかは全く、もう、全くっていうかまあ別に、仲いいわけじゃないけど、別にもう、ね、ワラツの時みたいなことは特にないかなって感じです。僕は思ってます。はい。スピハね、この時結構、スピハばっかり使ってた時なんで、こう練習してました、ね。これで、センターね、これ味方のミニマップ見てわかるんですけど、右をね、センターに入り入口と、右抜けてくるとこを味方の、2パーティーでね、2パーティーというか、まあ、3パーの2人に押さえてもらって、自分がセンターと、センター入ってきたやつと、あと、左ね、左のロング、ここね、担当みたいな感じでやってましたね。点差的には2点で勝てる点差だったんで、もう別に無理に3点いかんでも、固めてしまえば別にシーリスでもね結構やれるんで、まあ一応なんか A が有利なんですけど、リサメで言ったらまあ A の方がやりやすいけど、まあ固めてしまえばね、こっちも全然固めにくいマップではないんで、まあ一回押されたら押し返すのがね、C 側難しいってだけで、押されてしまえば C の方が、場所的にはね、高いんで、ね、FPS 高所の方が有利なんで、動きやすいところですし、シーリスでも結構ね、後半いけてますね。これ途中参加やったんで、キルストとかね、結構低キルストになってるんですよね。で、わかると思うんですけど。まあ、して。スピーハー弾なくなったから、これランパーと思ったんですよ。ここで俺ずっと足音聞いて、来たと思ったら、まあやってみたいな。まあこれね、味方が全員やると思ったんで、センター戻ってますね。まあなんか押し返してましたね、知らん間に。はい。味方これ2パーティーね、まあ結構強い人なんで、中身は知ってる人もいるかもしれんけど、まあ、強い人なんで、全然問題なかったっすね。結構、んで、この2人、3人か、相手の散歩結構走ってくるんで、いいですか。待ってる側は言いやすいですね、走ってきてくれた方が。まあ ADS して出てくるより、走ってきた方がね、キルしやすいんで。これだいぶキモい立ち回りしてますけど、これずっと足音聞いてますね、センターと。まあ、センターのやつは結構ギリ聞こえるか聞こえへんかぐらいなんですけど、この左走ってくるやつは聞こえるんで、それで聞いてますね。あと、左の A からね、A からこの細道にジャンプしてくるやつも、ほら、こんな感じで。A から細道にジャンプしてくる足音も、着地音が聞こえるんで、ずっと足音聞いてやってましたね。スピハーのカスタム何かはちょっと忘れちゃって申し訳ない。どんなカスタム使ってたか忘れちゃったけど、まあ、今はもうスピハー使ってる人はもうおらんからいいか。この時多分今より全然ハイ戦士やったかな、多分見てる感じちょっと戦士今より速い感じするか、まだスピハ制御しやすかった時ですかね。戦士遅くなったらやっぱりスピハはその分右下にすごい動かさないとダメなんで、その分しんどかったですね。しんどかったっていうか今しんどいですね。だから今この時みたいにスピハ使うのはちょっときついですけど、この時は戦士速かったから問題なかったですね。これでもう今ちょうど逆転しましたね。このマップはマジで、右2人入って、あとまあね、細道1人でね、まあ抑えれたらの話ですけど、抑えれるんやったらまあその多分この夫人が一番ベストかな。1人ここら辺に入って、まあ、AR がいいんですけど、ここ入るのは、ここと一番右入るのはね、AR がいいんですけど、まあ左は SMG で抑えてみたいな。正直左はね、センターの2階から見てもいいんですけど、細道抜けの裏取りがね、見れないんで、だから多分、裏取り来たらめんどくさいなってことで、多分俺、左の細道スピハで入ってたと思う。まあ、今回はこんな感じでね、100対188、途中参加ドッキリ。ダブルスコアからね、
ッキー成功ってことで、はい、じゃあ終わります。お疲れ様です。